稽古日になりましたので始めさせていただきます。本日お忙しいところをお集めいただきありがとうございます。私、司会を務めさせていただきます。プレイチェクリエイティブディレクターの久保と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、つぶやぶり前2017プレゼンテーションを始めさせていただきます。本日は、お手元のタイムスケジュール、進行表の通り進めさせていただきます。それでは選手監督、入場ください。それでは、宇都宮ブリッツェン2017プレゼンテーションを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。まずはじめに宇都宮ブリッツェン、運営会社サイクルスポーツマネジメント株式会社代表取締役社長柿沼明にご挨拶がございます。はい、皆さん、本日は、宇都宮ブリッツェン2017のチーム体制の、プレゼンテーション、記者発表の方に、ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また日頃よりですね、私どもブリッツェンの活動、それから日本ロードレース業界の、情報をですね、報道いただきまして誠にありがとうございます。おかげさまをもちまして、この宇都宮ブリッツェンもですね、今年2017年をもちまして、活動9年目のシーズンを迎えることができました。これも、もちろんスポンサー企業さんの各位はじめなんですけれども、このレース情報をですね、報道してくださる、各社様、報道関係各位の、報道あってのことということで、本当に深く、御礼を申し上げる次第です。おかげさまをもちまして、この栃木県内におきましては、の、中におきましても、先進的にですね、自転車ロードレースの情報が報道されているような状況になってございます。振り返りまして、昨年2016年シーズンですけれども、宇都宮ブリッツェン創設8年目にしてですね、これまでにないほどの快進撃を果たすことができました。今年2017年はですね、皆さんご案内の通りなんですけども、鶴戸栃木の開催もございますし、また県内におきまして、新たな J プロツアーのレースの開催なども5つほど新しいレースが予定してございます。おそらくこれはですね、日本ロードレース業界の歴史の中にありまして、大変革新的な1年になるんじゃないかなと思っております。そんな歴史的な1年を戦う、今年宇都宮ブリッツェンのチーム体制を、これより広瀬 GM と、清水監督より発表させていただきまして、その後選手からそれぞれ決意表明をさせていただきたいと思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは、着座にて失礼いたします。選手、ちょっと立ちっぱなしだと疲れますので、着席ください。では、今シーズンの発表の前に、まずはシクロクロスチーム小坂光選手より、全日本選手権、並び世界選手権、ワールドカップなどのシクロクロスチームの活動についてご報告がございます。小坂選手、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。シクロクロスチームの小坂です。今シーズンは、結果から申し上げますと、国内では、10レースを走りまして、6勝という結果でした。で、一番の目標としていた、全日本選手権については3位だったんですけれども、その結果、世界選手権の代表に選ばれました。
昨シーズンに比べまして、ちょっと、まあ、ランキングの、まあ、タイトルも伸ばしてしまったので、ちょっと結果としては形にならなかったなと思っております。ただ、まあ、海外遠征を2度ほど行いまして、そこでまた得たものも大きかったので、今シーズン、まあ来シーズンでまた、頑張っていきたいと思います。やはり目標は同じく全日本選手権での優勝です。昨年は惜しくも地元開催時全日本選手権取れませんでしたが、今度は本当に生まれ故郷の長野県でも開催となりますか。そうですね、延山での全日本選手権ということで、かなり寒い時期の、レースなので、まだ雪であったりとか氷であったりとか、そういう難しいコンディションでのレースになるとは思います。期待しています。今シーズンはシクロクロスの活動の他にも、マウンテンバイクの活動も始めるということですが、その辺の報告をちょっとお願いします。はい、夏はですね、宮田メディダバイキングチームというチームで、マウンテンバイクをメインに活動をしたいと考えています。マウンテンバイクのシーズンとしては どれぐらいの、レース自体は4月から、10月まで、シリーズ戦、トップカテゴリーのレースが続くんですが、まあ、ロードレースと、シーズン的には被るんですけれども、まあ、ロードレースももちろん続けていくつもりです。ブラグリッツェン、はい、シーズン岩のレースを走れる、スケジュール的に走れるところは走っていきたいと考えています。はい、ありがとうございます。ということで、今シーズンはロードレースがブラウブリッツェン、シクロクロスが従来通り、ブリッツェンシクロクロスチームで、新しく、マウンテンバイクが宮田メリーダ、バイキングチームということで活動になっていきます。今シーズンも、応援のほどよろしくお願いいたします。小澤選手、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ロードレースの方の発表に移りたいと思います。それではまず、柿間社長より、日本のスポンサー関係のお話をしていただけます。はい、はい、ただいま皆様の向かって右側のスクリーンの方で映し出されております2017年の、シーズンの宇都宮ブリッツェンのユニフォームスポンサー様、計27社様のロゴが記述をさせていただいております。昨年と2016年シーズンと比べますと、新たにご参入をいただいた企業様がございます。また撤退されている企業様も あるんですけれども、新たにご参入いただいている企業様もございます。ユニフォームスポンサー様としましては、私ども宇都宮ブリッツェンの、運営会社サイクルスポーツマネジメントの方で、ユニフォームスポンサー営業といいますか、ユニフォーム上の営業ポイントとして、各社様に、販売をしていたさせていただいておりますポイントは 100%、おかげさまで 100% の、ご参入をいただいておる状況が昨年2016年から、続いておる状態でございます。またチームの、スポンサー様企業さんとしましては、年間レギュラースポンサー様、またスポットスポンサー様を含めますと150社様を超える企業様に、応援をして支援をしていただいている、状況でございます。これは2016年に比べますと、微増の、状況でございます。もともとブリッツェンの、運営の、方針としまして、より多くの点に支えていただく、医者様にどんとお世話になるのではなくてですね、より多くの企業様により多くの点に支えていただいて、安定的な、チーム運営をしていこうという考え方で、運営をしておりますので、そういった考えにご賛同いただいた各社様に、応援をしていただいている状況でございます。またこれはですね、運営会社の方の話なんですけれども、これまでちょっと営業の部分といいますかね、スポンサー企業様への挨拶周りですとか、そういった部分が若干こう成立になってた感もあったんですけれども、個人的に目標しまして、今年2017年は充実した活動をしていきたいと。ありがとうございます。
ラルマネージャー広瀬より、2017年シーズンの、まず出荷入選手を2人に加わりまして、こちらの発表の方よろしくお願いいたします。はい、昨年確かですね、12月でしたっけ、12月のですね、中旬にですね、2017年のチーム体制を、栃木県庁の方で発表はさせていただきましたが、まあ、当時増田選手がちょうどですね、病院に行く日と重なっておりまして、その時はまあ出席できなかったんですけども、もう改めて、このメンバーでですね、揃ってメディアの皆さんの前に、今日はですね、出るのは初めてですね、なんなら僕もですね、このメンバー揃っているところを見るのは、ウェアを着て揃って、見るのは今日が実は初めてです。で、まあ、昨年に続きまして、オール日本人で、今年も戦って、まいります。まあ、昨年は、まあ、チーム強にですね、J プロツアーの方では、最後の後半戦で逆転はされてしまったんですけども、まあ、今年ね、チーム強が J プロツアー参入するかというのは今検討中ではありますけども、まあ、どちらにせよ出てこようが、出てこまいが、このメンバーで、てっぺんといいますか、日本一を目指すのは変わりません。非常にまあ新たに、昨年堀選手と大久保選手スプリンターとですね、クライマーの2人がですね、まあ、ブリヂストンの方に移籍をしてしまいまして、新たにですね、その穴を埋めるべく、真渡選手金谷体育大学から、クライマーの真渡選手、これは堀選手の穴を埋めるべく、加入いただきました。そして大久保選手、ピアスプリンターの大久保選手の穴を埋めるべく、スピードマンですね、スプリントもこなせる、そして上りもこなせる岡選手に、この穴を埋めていただくような状況です。まあ、非常にですね、ベテランと若手がですね、バランスよく、揃っているような状況でして、まあ、ベテランはね、皆さんご存知の通り、まあ、国内ではトップ選手でありますが、この、まあ、U23、まあ、U23 を超えた、まあ、真渡選手でもありますが、まあ、若手という部分を切り出してみても、まあ、国内ではナンバーワンの若手が揃っていると自負しております。まあ、この、9名でですね、今年は、3度目の国内制覇と、そして、まあ、UCI のレースでもですね、ブリッジェン今年アジアランキングで12位でしたね。国内のレース、ほぼ国内の UCI レースだけで、UCI のポイントも取りこぼしもなく12位という成績で、昨年はですね、アジアランキングもかなり上位の方に、食い込んできています。増田選手のツールド北海道、そして、ツールド沖縄の優勝も、ブリッジェンがですね、国内ではトップの実力があるということも示せましたし、アジアの中でも、しっかりと戦えていけるということを示せましたので、昨年13勝という、成績ではありましたが、まあ、それに、劣らない成績も今年は出せると思っております。はい、それ以外の選手はですね、継続して契約をしておりますので、また引き続き皆さんに、しっかりと今年の成績を皆さんに伝えていただければなと思っております。引き続き広瀬チームに、2017年シーズンのチームのスローガンの発表の方に、はい、毎年ですね、ブリッジェンは必ずシーズンのスローガン、テーマを掲げてます。昨年は、あれ、久保さん何でしたっけ、昨年何でしたっけ、ゴーホーイット、はい、ゴーホーというね、ゴーホーイットということでしたけども、今カットしてくださいね、テレビのうまいこと編集していただいて、今年はですね、もうシンプルにぶっちぎれということで、まあ、このメンバーであればどのレースに出ても、まあ、ぶっちぎれると、ライバルたちをしっかりと、まあ、置き去りにして、赤いウェアが先頭でどのレースも、先頭でゴールを迎えられるという自信がありますので、シンプルにぶっちぎれでした。毎年迷うんですけど、今年は迷わずにもうぶっちぎろうということで、シンプルに力強いシーズンスローガンで今年は戦っていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、監督の清水雄介より、今シーズンのレーススケジュールと目標などを伺いたいと思います。監督、よろしくお願いします。
はい、今年はですね、まあ、すでにレーススケジュール出ているところもあると思うんですが、今年は特に地元栃木県内で12日間の、レースがありますので、まあ、そこは必ず落とさずに戦っていきたいと思います。で、まあ、昨年と変わらず、開幕戦宇都宮クリテリウム、そして、ロードレース、そしてツールド栃木と、県内で3レース続きます。で、その後、まあ、中心となってくる J プロツアーの方なんですが、特に今年は、ヒルクライムですとかクリテリウムの回数が減ってきたので、ロードレースの数が増えましたので、より本来の、この自転車ロードレースということが見せられるレースをしていければなと思っております。はい。まあ、スケジュールもすでに出ておりますので、はい、まだまだ検討中とかそういうところもありますけれども、県内は本当にレースが、そうですね、栃木も入れてすごいレース数になっているので、県外の方も観戦来ていただけると嬉しいですよね。はい。では、目標の方に移ります。はい。チームとしての目標、はい、まあ、実はですね、今年の目標なんですけども、例年とこの文字ベースで見ますと変わりはないと、はい、ない状態です。ただですね、毎年、まあ、昨年もそうだったんですけども、チームの目標の主軸をどこにベースを置いているかというのを、変えてやってきています。過去、長い間 J プロツアー中心の優勝というのがあったと思うんですが、昨年、一昨年あたりからは、UCI レースですとか全日本選手権の主力を受け始めております。そして今年はですね、一番上にあります全日本選手権、まずこれをやはりチームで、しっかりとチーム全員が高いモチベーションを持って全日本選手権に挑みたいと思っております。で、まだ、アンダーの選手もまだおりますので、出場するカテゴリーというのはまだ今、検討中ではあるんですが、まず、リードのロードタイムトライアル、そしてアンダーも、出る選手には、ロードもタイムトライアルも出るのであれば、そちらも取っていきたいと思います。で、他、やはり、地域密着型チームとしまして、国内主戦場して、中心で走っているチームとしまして、J プロツアーの個人、総合、そしてアンダーの選手もおりますので、ピュアホワイトジャージも含めて取っていきたいと思います。そして、UCI レースですね。まあ、特に UCI レース、昨年、鶴戸熊野、そして北海道、沖縄、国内の UCI レース、かなりの回数で優勝してきます、してきました。で、やっぱりですね、取ってないものをね、取っていきたいと思ってまして、まあ、全日本含めてもそうなんですけども、まだ取ってないタイトル、全日本選手権、そしてやはり、日本で大きいステージレース、ツアーオブジャパンですね、こちらまずステージ優勝をできるように、まあ、総合でも上位を狙っていくんですが、まずステージ優勝から、取りに行きたいなと、まあ、次のステップとして UCI レースは、第一カテゴリーのツアーオブジャパン、まあ、ステージ優勝も特に強、肘を置いてやっていきたいなと思います。そして最後にはなりましたが、やはり地元でありますジャパンカップ、こちらもまず表彰台、もちろん、ね、出る選手は優勝というのを、ね、大きく、頭の上には持って走ってはいるんですが、まず表彰台乗れるようにこの比重も上げて変わらずやっていきたいと思っております。そして目標とはちょっと違うのですが、今年はまだ正式に発表にはなっておりませんが、強化指定選手、はい、リテイクが5名選ばれておりますが、はい、まだ正式には発表はされてはいないんですが、まあ、数値は来ているということで、まあ、昨年と変わらず増田、小野寺、梅沢は強化指定に入っているんですが、昨年の成績で鈴木譲、阿部隆之、まあ、過去に強化指定にも入ったことはあるんですが、また戻ることができまして、チーム、ロードチーム9名のうち5名、過半数以上が強化指定という形で、まあ、昨年の結果、そして今年の期待度も含めて、こういった価値も、JC とのロードチームには見出していただいているのかなと。それでは、選手一人一人の方のコメントをいただきたいと思います。まずは、こちら
ちらもすみません、正式発表がまだなされておりませんが、バーレーンで行われるアジア自転車競技、アジア自転車競技選手権大会に、増田選手、雨澤選手、小野寺選手が、選出されております。と、まずはじめには増田選手のコメント、アジア選手権の抱負とか、先日行った合宿の話なんかをいただければ。バーレーン王国で行われる、アジア選手権に、まあ、エリートのロードレースのメンバーとして、選ばれました、まあ、それに向けてですね、先日、2月の9日から、2月の、まあ、17日までですね、強化ナショナルチームの強化合宿に、まあ、行ってきまして、まあ、そこで、そうですね、1段階、まあ、苦しいトレーニングを積んで、また調子が今上がっているところです。まあ今大会、そうですね、まあ、今まで、まあ、ここまでそうですね、まあ、日本チームは、まあ、金メダルしばらく取れていないので、まあ、ナショナルチーム、日本代表として、まあ、日本を背負って、まあ、走るという、まあ、責任しっかり持ちつつ、まあ、代表チームで金メダルを取りに行く走りをしたいなというふうに考えています。はい、先日の合宿はなんか若手選手なんかもいっぱいいて、そうですね、聞きました。まあ、実質、まあ、メンバーは、まだ発表されてないんですけど、トレックの別府文幸選手と、バーレンベリナの荒城幸也選手、そして、僕と、日本の久保木一茂選手が、まあ、エリートのロードレース に、出場します。まあ、その中で、まあ、今回僕だけだったんですけども参加したのは、エリートのまた同じく今度タイムトライアルですね、そっちの方に出場するブリヂストンアンカーの石野選手が、まあ、来てましたので、まあ、いいトレーニングは詰めました。でまあ、場合によってはそのアンダーの選手3人対、まあ、僕1人でレースを紅白戦みたいなのをやったりして、まあ、うまく、まあ、負荷をかけられるように、まあ、調整しながらトレーニングして、まあ、この時期にしてはすごく、まあ、僕自身調子がいいので、まあ、いい走りができるんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。それでは、雨澤選手します。雨澤選手は合宿の方出てますけど、大学の方との兼ね合いですかね、途中でやってるのか。ああ、はい、そうですね。僕の場合は、13日に帰って、まあ、早めに引き上げて、切り上げましたけども。まあ、そうですね。まあ、調子自体は、まあ、まあ、正直、まあ、100% の調子ではない部分はありますけども。でも、まあ、代表に選ばれてるということなので、まあ、最低限の走りを、まあ、ちゃんと責任を持って走りたいなというふうに思ってます。昨年に引き続き今年も選ばれましたけども、順位的な抱負とかそういうのはまだわからないですかね。いえ、まあそうですね、去年、昨年はその6位という、まあ、悔しい結果になったので、まあ、今年は本当、まあ、優勝というものを本当意識して、まあ、自分だけではなく、まあ、他の、まあ、ロードのアンダーの選手と、まあ、協力し合って、まあ、ジャパンで優勝できるように走りをしていきたいなというふうなことを思ってます。はい、ありがとうございます。それでは、初出場の小野寺選手、はい、よろしくお願いします。今回、アジア選手権の初出場ということで、アンダーのロードレースと個人タイムトライアルの方にエントリーしております。得意なコースといいますか、今回のバーレーンでのアジア選手権がほぼ平坦ということなので、僕にも十分ロードレースで狙えるチャンスもありますし、その個人の目標としてもそのタイムトライアルで、もちろん優勝を狙って走りますし、まあ、1月からナショナルチームの合宿の方に合流したりして、この時期にしてはだいぶ例年と比べて体の仕上がりもいいので、まあ、自分の自信も足に自信を持って、まあ、アジアの、
アジアタイトルを取りに行きたいと思ってます。それでやっぱり自分今までUCIポイントの一歩手前でいつも取れない状態が続いてたので、まあ、このアジア選手権まずはUCIポイントの獲得をして次につなげていきたいと考えています。昨年は初めて海外でのレースなど経験したと思いますが、はい、今年はどんな活動になっていくでしょうか。そうですね、昨年のアシナチームで初めて選ばれまして、まあ、その海外編成を通してすごい自分でも行かなきゃやっぱ分からないということがたくさんあって、やっぱりアジアでのレースはすごい自分のためになったものがありまして、で今年もまたアンダー最後の年で強化指定選手ということで走る機会が増えてくるので、まあ、そういったところでより世界の同年代に通用するような体を作り上げて、まあ、世界に評価されるような走りをしていきたいと考えております。ありがとうございます。続きまして、J プロツアーの話題に移りたいと思うんですが、先ほどスケジュール見ていただいた通りです、栃木県内のレースすごい増えてます。ただまずは宇都宮ブリッツェンとしては、開幕2連戦宇都宮クリテリウム、宇都宮ロードレース、この辺のロードレースに関して初開催なので、まあ、コースもどんなコースなのか、自分に合うコースなのかなということをいろいろ、それぞれの選手から語っていただこうと思います。それでは鈴木ゆずる選手、よろしくお願いします。はい、そうですね、開幕戦、今年で第4回ですか、昨年3回大会でなんとかチームとして優勝できて、今年も、まあ、必勝体制で、仲間とか変わらないんですけど、昨年やっぱりベテラン選手 の, このチームワークでこの勝ったレースになったので、今年はやっぱりこの若手選手も含めてチーム全体のチームワークで、まあ、開幕戦は優勝を飾りたいなと思ってます。で翌日のロードレースなんですけど、この、まあ、ツルパントリーの上りゴールということで、まあ、そんなにやっぱ厳しい展開になっていった場合はやっぱり増田選手がすごい有利になると思うので、まあ、そういう展開になった場合は、まあ、エースを決めてこう、まあ、優勝できればいいかなと思ってるので、まあ、そこはチーム全体としてサポートしていきたいです。はい、ありがとうございます。続きまして、阿部選手、お願いします。こんにちは、阿部です。何の話を聞いてるの開幕2連戦、開幕クリテリウムロードの方、はいはい、開幕戦はですね、まあ、僕は去年の走りとしては、まあ、2年に入って一番最初にいなくなった選手だったので、まあ、正直なところあんまり満足してないので、今年はまあ、最後まで優勝争いというのをして僕が優勝できるように、まあ、頑張りたいです。で次の日の労働に関しては、まあ、正直あんまり向いてるコースではないので、あどうですかね、まあ、可能な限り視力を尽くして頑張りたいと思います。はい、ありがとうございます。なので、続きまして新加入岡敦史選手、お願いします。新加入になります、岡と申します。で、ね、今年はフリーゼンに移籍しまして、今までにないほどいい環境と強いチームメイトに恵まれまして、今まで一番いい準備、いい練習がしっかり詰めているので、開幕戦に向けて、ね、体もいい状態に仕上がってきていると思うの で, で、ね、コースもフリーゼリウムも得意ですし、また2日目のロードレースも頂上ゴールで引っ越してきて日は浅いと思いますけど、それはどうですか。そうですね、非常に住みやすいところだなと思いますし、また練習環境も本当に良くて、信号もなく、登りもたくさんあるので、とても大きいと思います。はい、ありがとうございます。それでは、話題が豊富なので次々見てしまいますが、はい、ツールド栃木、3月31日から4月2日まで初開催ということでされますが、はい、それもう一度なってしまいますが、増田選手、このコースどうでしょうか。そうですね、12月のチームのトレーニングキャンプでもう早速試走してきてるんですけれども、まあ比較的そうですね、ツールド北海道とか
まあ、ツアーオブジャパンに比べると難易度は低いと思います。まあ、ただその中で、そうですね、出走人数が、まあ、6人ですよ、まあ、ということで、まあ、ある程度、まあ、チームで組織だった走りも、まあ、できると思いますので、まあ、いずれにせよこう、まあ、スプリント勝負になるのか、まあ、もしくは逃げが決まって誰か飛び出すのかちょっとわからないですけれども、まあ、チームで、まあ、しっかり、まあ、これからですね、旅行演習したり、まあ、その、まあ、そうですね、これからも、まあ、トレーニングでたくさん試走を重ねて勝ちをもぎ取りに行きたいなというふうに思ってます。まあ、やっぱり地元のレースなので、まあ、3月開幕戦宇都宮クリテリウムロードレースがありまして、まあ、その2週間後にもういきなりこの第1回の記念すべきツールド栃木が開催されますので、3月はそうですね、僕たちにとっては、一番大事な月といっても、まあ、過言ではありません。まあ、ここでしっかり、まあ、シーズン最初で結果を残していけるように、チーム一丸となって頑張りたいと思います。ありがとうございます。続きまして飯野選手、お願いします。はい、こんにちは。そうですね、ツード栃木のコースは自分に、まあ、比較的向いてるコースかなと思ったん で距離もそこまで、まあ、100ちょっとの距離なのでちょうどいいかな、自分には、はい、で地元のレースなんでやっぱり活躍したいです。昨シーズン、ロードレース、自転車ロードレースに復帰して、はい、どうですか、コンディションの方が。そうですね、すごい今この時期にしては去年は全然いいので、メニュー練習とかしててもそこまでコンディション悪くなく、シーズン迎えられるかなと思ってます。はい、期待します。はい、ありがとうございます。で、また新加入選手、真渡慎也選手、よろしくお願いします。今年から加入した真渡と申します。そうですね、通常の栃木は自分自身まだプロになって日が浅くて、そのレース自体その前に走るのが宇都宮クリテリウム、宇都宮ロードの2レースぐらいなので、まだ経験的にはプロとしての経験は浅いですが、チームにどれだけ貢献できて、走れるか、その経験もまだこれから積んでいきたいところもあるので、これからにつながるようなレースをしていきたいと思います。新加入という大学卒業後新加入ということですけれども、まだちょっと分かる経験、そんなにチームとしての動きもないと思いますが、やっぱ大学時代との違いなんて感じることありますか？そうですね、大学時代も、まあ、チームプレー的なことはよくしてたんですけど、まあ、さらにレベルの高いところでそのレースとかをするので、まあ、分からないところはそこでもあると思うので、自分なりにできることをしたいと思います。はい、ありがとうございます。それではレースの話はここまでとなりまして、続きましては育成についてお話を進めていきたいと思います。まずは、ブラウブリッツェン、宇都宮ブリッツェン下部育成組織ブラウブリッツェンの報告について、ブラウブリッツェンのコーチも務めている、鈴木真理キャプテン、よろしくお願いします。はい、その不思議そうだな、報告というか、はい、そうですね、はい、まあ、もう2年前から、コーチとして名前は置いていたんですけれども、今期からは、積極的にチームの面倒を見てしっかり育成していくという形で、選手として走れない方の方を考えていきたいなと活動を今しています。体の状態は聞いちゃっても大丈夫ですか？そうですね、もう怪我というよりはもう病気の部類に入ってきてしまいまして、まあ、ちょっと、まあ、血栓という、まあ、怖い怖いなんかイメージはあると思うんですけれども、今のところ命には別状なく、しっかり走っても大丈夫な状況ですけれども、やはりもう去年閉塞してしまった回復は悪く、ちょっと走っても足が痛い状況で、まあレースに復帰というところまではもう程遠い状態なので、今はもう選手としてではなく
今自分ができることを今最大限頑張ろうかなと見ています。杉さん、選手らしい前向きな言葉でありがとうございます。はい、まあ、毎週一応ブラウビッツっていうチームの、まあ、今日も一緒に走ってきたんですけれども、まず形としてしっかりチームの活動をしっかりして、まあ、対外的にブラウビッツにゆくゆくは入りたいっていうセンスのある選手がどんどんどしどし入りたいって言ってきたときに、今までの活動がまたさらに飛躍できると思うので、まあ、今季1年、まあ、僕は本当に面倒見始めて1年目になるんですけども、今年の選手がプロになるかっていうのはもう本当に分からない状況ですし、今僕ができることは最大限です。メンバーにできることを伝える、そして活動をしっかりした上で、また来季、再来季とブラウビッツに入りたいっていうセンスある選手、メンバーが応募してくれることを願って、今は活動を一生懸命やりたいと思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、今所属しているとなると、まあ、目沢選手も岡田選手もブラウビッツ選手出身ですが、要するになんか、こいつブリッツ上がってきそうだなみたいな。そうですね、実際、雨澤選手とか小野寺選手っていうのは、まあ、言ってしまえばたまたまいいメンバーが入ってきて、たまたまこういう風になったんですね。ですけれども、このたまたまを確実にブリッツェンとかそういうプロになれるっていう選手を生んでいくには、やはり魅力ある活動と、とにかく強くなりたいと思ってる選手がどうしたらいいかなって言った時に、ブラブリッツェに入りたいって言ってもらえるような活動を、たまたまじゃなくて確率っていうんですかね、センスがある選手、やりたい意欲がある選手がもうブラブリッツェに行けばブリッツェに行ける、そして世界に行けるっていうことがすごい重要なので、たまたまではなくしっかりもう確立することですね。強い選手が入ってくるっていうことを確立したい。ありがとうございます。ではもう一つ育成、今度はこのブラウビッツェでさらに下の世代となりますが、去年発表だけして正式稼働は2017年ということになっていたんですけれども、アップビーディングシステムという、育成のシステム、なぜ GM と、はい、新キャプテンの、まあ、お二人で掛け合いながら、はい、改めまして、昨年ですね、このアップビーリングシステムというのは、まあ、やりますと言って、まあ、具体的な話はまだ皆さんにお伝えはしていなかったんですけども、いよいよこの4月からですね、本格的に指導をしてまいります。で、まあ、ブラウグリッツェンという、まあ、ブラウグリッツェン自体今年で活動が7年、8年、8年目ですかね、なるわけなんですが、まあ、雨沢、小野寺、そして、まあ、ブリヂストンに移籍した堀と、まあ、いうこの3人がですね、まあ、ブラウグリッツェンで日本代表クラスに、上り詰めていきました。ただやはりですね、もっともっとフィジカルの高い才能ある子どもたちといいますか、ジュニア期をですね、ジュニアの選手をこれから発掘、そして、強化育成ということで、新たに皆さんのお手元に資料がございますが、まあ、サイクルロードレース地域型総合育成システムというですね、ちょっとかっこいい名前を付けさせてもらっていますけども、まあ、これをしっかりとこの4月から実践してまいります。で、まあ、ちょっと概要説明させてもらいますと、2ページ開いていただきますと、まあ、まず名称がアップビーディングシステムということで、設立の目的なんですけども、まあ、ここに書いていない、まあ現実的な自転車界にですね、置かれている、まあ、その負の部分といいますか、まあ、サッカー、野球、バスケット、バドミントン、まあ、アリーナ型スポーツというのは体育館や校庭などで管理されていますので、まあ、安全管理のもと、まあ、学校教育の場で、まあ、小学校、中学校、高校までは、この今並べた名を、言ったですね、スポーツというのはどの学校でもあります。ただ自転車競技は学校側ではですね、一般道を使いますので、非常に交通事故にあったり、またまあ自転車というものですね、ロードバイクというのは非常に高いですから、やはりこのかなり高い、まあ、ハードルといいますか壁になっています。まあ、こういった高いハードルをですね、じゃあどこがこれからその小学校とか中学校の子どもたちをじゃあ受け入れていくのか、
そういった時にですね、まあ、我々9年目の活動に入りまして、まあ、そろそろですね、ブリッツェンがしっかりとプロチームがしっかりと安全管理のもとジュニア期の子どもたちをしっかりとですね普及から、育成という形でやっていく時期ではないかというところでこのタイミングで発表させていただいております。でやはりまあ先ほどお伝えした通り安全管理というのがすごく大きな高いハードルとなってきますので、活動場所としてはですねこの概要の中の5番目にあたります、まあ、競輪場ですね、宇都宮競輪場はですね、まあ、1周500メートルのバンクで非常になだらかです。で、まあ、非常に子どもたちも走りやすい、まあ、もちろん車も入ってこない、まあ、こういう安全がですね一つ確保されていますので、まあ、宇都宮競輪場を使って、子どもたちを面倒を見ていきたいと思います。また鬼怒川のですね、道場塾というですね、これ河川敷にあります、まあ、真ん中に野球場があったりですね、その周りにですねこう散歩したり、まあ、自転車が走れるような、はい、管理道路がありますので、まあ、こういったところでですね、車が入ってきて入ってこない環境のところで、子どもたちを走らせていくと。また宇都宮森林公園ですね、ここはやはり栃木の子どもたちの自転車少年にとっては憧れの場でもありますので、まあ、ここしっかりと、周回コースを作ってですね、しっかりと指導者の安全管理のもとを行っていきたいなと思っております。次のページ開いていただきますとアップビーリングシステム の、まあ、意味ですね、こちらはですねアップというのは、まあ、向上するという意味もありますし、まあ、一つ宇都宮のプライドというですねこの頭文字を取って UP というところでビーリングというのは育成という意味です。まあ、これを合わせて宇都宮ブリッツェンの育成システムアップビーリングシステムという名前を付けさせてもらっております。でその次のページ見ていただきますと4ページなんですけども、まあ、この緑色から始まる、トップが赤のピラミッドの部分なんですけども我々今年9年目に入りまして8年間でですね、自転車安全教室を4万人受講者4万人行ってきました。で、まあ、この4万人の子どもたちがですね、宇都宮ブリッツェンという、まあ、存在を知っていますし、またですねロードレースという存在を知っております。これ他の、地域ではなかなかこういう、まあ、環境ってないとは思うんですけども、まあ、こういったところにですね、これからもさらにロードレースを、しっかりとですね普及といいますか活動をしていきまして、でこの中からスポーツバイクロードレースに興味がある子どもたちを、しっかりと受け入れていくのがこのアップビーリングシステムとなってまして、このジュニアクラブですね、まあ、ここに普及ですとか発掘という目的を大きな意味を持たせております。でさらにその上に行きますと、まあ、例えば作新学院の高校の自転車部があったり、我々の下部組織のブラウブリッツェンがあったりですね、また、昨年、この栃木県内で立ち上がりました作新学院大学との連携によってしっかりとここ育成という形でこのジュニアクラブの子どもたちがその次のステップとして受け入れる先をこの青い部分が請け負っていくと。そしてさらにトップチーム宇都宮ブリッツェンという存在がこの上に存在しております。非常に栃木県にはジャパンカップという2025回ですね、行ってきた大会がまた大きな目標というものがありますし、街中でもクリテリウムが開催されております。また宇都宮ブリッツェン、そして那須ブラーゼンという県内の2つのプロチームがあり、そして新たにツールド栃木という、栃木県をですね、ぐるっと巡る大会が今年、生まれました。まあ、こういった非常にロードレース王国としては、かなり他の地域よりもアドバンテージがある中で、しっかりと、そこにですね子どもたちというところを目を向けまして、まあ、これからしっかりと、このジュニアクラブがですね、地元の小学校4年生から6年生ですね、受け負っていく形ではありますが、この中からしっかりと将来ですねブリッツェンに入り、そしてさらにツール・ド・フランス、そしてオリンピックでメダルを取る、世界選手権でメダルを取る人材を発掘していきたいなと思います。
まあ、あの海戦という組織を作ってですね、そこに、加入してきた小野寺、梅沢、堀選手が日本のトップに、なっています。非常にあの少ない確率で日本のトップに躍り詰めました。逆に言うとですね、我々栃木県内の中にもまだまだ才能豊かなですね、子どもたちたくさんいると思っています。それこそ別府選手や荒城選手のようなグランツールで活躍する選手はたくさん栃木県内だけでも眠ってるはずなんです。そういう選手たちをこれからしっかりとこのジュニアクラブが発掘していこうというふうな思いで、この育成システムをこれからしっかりと進めていきたいなと思います。まあ、スタッフ構成もですね、実はあのこれ6ページ見ていただきますと、ロードチームだけじゃないんです。まあ、競輪場を使いますので、地元の競輪の選手会の皆さんにもご協力いただいてですね、しっかりとロードだけではなくて、トラックですとか、まあ、また小坂選手もね、シクロクロスという、宇都宮もシクロクロスの大会を推し進めておりますので、ロードだけではなくてしっかりとトラック、そしてシクロクロスと、そしてマウンテンバイク、多岐にわたり、子どもたちにはですね、それぞれ、どの競技に選択できるかということもこれからしっかりと進めていきたいなと思ってます。はい、そしてですね、まあ、最後のページ、今回ですね、このすでにまだ立ち上がっていない、このアップビーリングシステムではございますが、これにご賛同いただく企業様ももう若干出てきておりまして、まずあの渡辺渡先生ですね、弱虫ペダルの渡辺渡先生もですね、非常にこの育成という部分、発掘育成のところにしっかりと協力していただけるということで、大きくですね、弱虫ペダルというロゴをこの黄色のウェアにですねロゴを付けさせてもらいました。また地元のですね、新聞の代理店で、あります坂田新聞店さん、こちらも育成の方に非常に、協力したいということで、大きくご支援いただきました。そして株式会社関石様ですね、先ほど お伝えしたようにですね、ロードバイク非常に高価な、自転車です。やりたくてもやれない子どもたちというのが、ここがハードルとなっていますので、関石様がですね、ロードバイクを10台ほどご提供、ジュニアのロードバイク10台ほどご提供していただけることになりまして、まあ、やりたくてもやれなかった子どもたちにもですね、こういったバイクも提供しながら、いい人材をこれからですね、育成発掘していけるというような状況にはなっております。で、渡辺渡先生ね、コメント今画面にもありましたけども、まあ、この黄色いウェアは非常に目立って事故防止になると、そして本人たちも目立っているということをしっかりと自覚して、練習だけではなく交通ルールも積極的に守るように、指導してあげてくださいと。そしてこの黄色のウェアから始まって世界の黄色のカッコバイオジョーンを着るまで行ったらすごいですね、非常に楽しみですという、コメントもいただいております。まあ、あのここまで、トップチームからですね、ジュニアチーム、そして自転車安全教室も含めた、このピラミッド型を行っているチームというのは世界で見ても、まあ、あのなかなかないという状況ですので、まあ、あのフリッツェンとしてはですね、さらに上にプロコンチネンタルという大きな目標もですね、ちらほら実はあの運営会社の方ではあったんですけども、またロードレースという業界がこの日本においてですね成熟していない段階で、まあ無理をしてですね、上に積み上げていくということよりは、それよりも、子どもたちをしっかりと、まずはまだまだ草の根的ではありますが、まあ、ロードレースの価値を日本に広げていくと、でロードレースの素晴らしさを子どもたちにも分かってもらう段階じゃないかという願いもありまして、上の積み上げというよりは、しっかりとまだ下のですね、自転車の文化といいますか、ロードレースの文化を広げていくという方を選択をさせてもらっています。はい、まあ、以上で、まあ、あのアップビリングシステムのお話といいますか、概要をお伝えさせていただきました。まあ、この後あの人質疑応答などもございますので、その時疑問点などがあればお答えさせていただきますので、以上でご報告とさせていただきます。ありがとうございました。引き続きまして質
次音の時間に入りたいと思います、質問のある方は挙手願います。産経デジタルサイクリストの米山です。よろしくお願いします。まず増田選手なんですけども、個人的に今シーズンはどの辺に自分はポイントを置いていくというのがあってしまう、やっぱりいろいろ大きいレースがあると思うんですけど、全部というわけには多分いかないと思うので、まあ、自分として一番というか、まあ、ここはポイントを置いていきたいというところを教えてください。そうですね、今年は、全日本選手権での優勝を、まあ、毎年そうなんですけれども、今年はより意識して、まあ、仕上げていきたいなというふうに考えております。やっぱりそうですね、まあ、自分には残された時間は、まあ、あと何年あるかっていうのは、まあ、ここで具体的に申し上げる、まあ、ことはできないんですけれども、まあ、僕自身もわからないですし、まあ、ただ残された時間は少ないのは、まあ、あの事実ですので、まあ、しっかり全日本選手権を見据えて、しっかり戦っていきたいなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。あと、アップフィーディングシステムをちょっとお聞きしたいんですけれども、ジュニアクラブは小中学生対象という感じなんですけれども、そのジュニアからグラウンドに上がっていくタイミングはどういうところなんでしょうか。あ、すいません、まずですね、アップフィーディングシステムの、加入条件としましては、小学校4年生から6年生となっておりまして、中学校1年生からは、ブラウンブリッツェンの方で、受け負っていくようなイメージです。はい、ありがとうございます。読売の金山です。私も育成システムなんですけど、この4ページだとジュニアクラブの小学生、中学生発掘ってなってますけど、基本発掘は小学生だけっていうことで。すみません、それミスプリですね。完全に小学生です、はい。はい、中学生ではありません。はい。小学生の記事です。このジュニアクラブは他のプロチームでこういったジュニアクラブを持っているようなチームというのは国内にあるんでしょうか。最近ですね、産経デジタルさんやシクロワイヤードさんもですね。まあ、例えばそうですね、確か、トガオさんがやっているところ、コラッチョ川西というですね、関西の方にあるチームなんですけども、そこがまあ小学生のジュニアチームを、立ち上げております。ただ私の認識の中では、このコンチネンタルチーム、国内のコンチネンタルチーム、そして、まあそのコンチネンタルチームがしっかりと下部組織を持ってですね、ジュニアチームまで持っているチームはおそらく宇都宮ブリッツェンだけになるかと思います。もし間違ってたらすいません。朝日新聞の吉田と申します。まず今シーズンについて改めまして清水監督に、まあこれまで合宿等をされてきたと思うんですけど、改めてどういったことをされてきて、このチーム自体どういった実感をお持ちなのかというのを伺えたらと思います。はい、今年はですね、年末は全員揃って練習もできたりはして、年明けてからは代表合宿に、何人か借り出されて、バラバラな状況が実は作りつつあり、まあ、あと学生入ってきたので、新人の真辺りなんかは先週かな、2月になってから合流したりと、ちょっとバラバラな状態ではありました。ただ実際不安な部分はあったんですが、まあ、それぞれやっぱり、経験値も積んで、まあ、やっぱり多少のばらつきはあるんですけども、決して悪い状態ではないですし、やはりベテランの選手なんかは、確実に合わせてきてくれているので、ベテランの選手においてはシーズン前半から期待は置いてます。若手に関しても、若手中堅に関してもしっかりやってきているので、ただやはりまだ経験値が少ない
部分もあったりするので多少のばらつきが出てくるとは思うんですけども決して悪い状態ではないので、早くレースをみんなで走りたいなという印象です。残り1ヶ月ほどとなったんですけど爪としては爪の調整としてはどういったことをしていきたいと思われますか。はい、先ほどスケジュールのところでちょっと伝え忘れたんですが、今週末2月26日に、昨年も出たんですけれども、東京都ロードという、アマチュアレースになるんですけれども、そこで、アジア選手権に出ないメンバーでまず調整レースに出てで最後、締めの沖縄キャンプを例年行ってるんですがそこでレースを想定したトレーニングをして、開幕戦に向けて合わせていきたいな、それまでの準備は、しっかりできてきているので、脱落者も出てきていないのでいけるんじゃないかと思ってます。はい、すみません。あと育成について伺いたいんですけれども、今回の新しく創設されるジュニアクラブ、どういった形で生徒、児童募集をかけていく予定でしょうか。はい、ですね。まずチームの方で、これから募集概要というものを作ってまいります。で、3月の中旬ほどでしたね。はい、予定しておりまして、ホームページとかですね、印刷物を作ったりしながら、地元の子どもたちに、まずこのクラブチームの立ち上げを知ってもらってですね、募集をしていきます。で実際にセレクションもですね、4月の、まだ未定ですかね、ただ競輪場を使って、セレクションを行う予定ではおります。競輪場でのちょっとしたテストですかね、運動能力のテストと、あとは面接と、この2点でですね、しっかりと加入の子どもたちを見ていきたいなと思ってます。だいたい20人ぐらい、まずは1年目20人ぐらい受け入れていければなというふうには思っています。ありがとうございます。クロワイヤーのライノと申します。アップビーイングについてなんですけども、その選抜メンバーというのは割と固定的に選んだ選手を強くしていくっていうようなやり方で、できるだけ、間口は大きくしてですね、ただセレクション自体は毎年1回を予定していますので、毎年毎年、4年生から6年生までですので、おそらく6年生は、当然その上のブラウグリッツに入っていったり、個人でやる選手も出てくるかと思いますが、そして新たに、新たな、人員を4月になりましたら募集をしていくような状況ですね。なのでできる限り、多くの子どもたちに、お受け入れを考えています。このまたアップビリングについてですけども、これですごく綺麗な三角形というかピラミッドが描けたと思うんですけども、こういうイメージっていうのは広瀬さんの中でいつ頃から考えられたことなんでしょうか。今回の準備の立ち上げ、そうですね、ブリッツェンが立ち上がった段階ではもちろんそこのすでにイメージもありました。で、自転車競技、他のスポーツを見た時にですね、必ず J リーグも含めて、ジュニアチームというのはありますし、で特に自転車競技ってじゃあどこで受け入れるの、誰が面倒を見るのっていう、そこが底辺が非常に皆さん底辺を広げなくちゃ広げなくちゃって言ってますけども、本当にそういうハードルが高いのをこうプロチームを運営していきながらそれは感じてまして、で我々もやりたいと思いはもう1年目2年目からもちろんあったんですけども、ただスタッフ体制とか、あとはその栃木県内でのロードレースの価値というものが高まってきていますので、そういった運営会社の体制と、ロードレースの価値が、この栃木県でのタイミングというのが、去年だったり今年だったりというのが、出てきましたので、やっとジュニアチームができたのかなと思ってます。で、よくブリッツェンが立ち上がった時もですね、最初からコンチネンタル登録をするというのは非常に周りから無理してるんじゃないか、まずは、なんでしょうね、こうクラブチームから UCI 登録をしないでクラブチームから始めようた方がいいんじゃないっていうこともたくさんあったんですけども、どちらかというと、
しっかりとまずはプロチームを作り、まあ、そこが成功して、まあ、そこが大きな目標となって徐々に下に落とし込んでいく方が、まあ、確実じゃないかと思ったので、まあ、そういった意味では徐々に、まあ、ブリッツェンができた後にブラウブリッツェンができて、まあ、自転車安全教室は1年目からやってましたけども、やっとそのジュニアまで落とし込めたということで、まあ、やっと一つの理想がこれでできたのかなというふうには感じております。ですので、まあ、来年10年目になりますが、まあ、10年目になりまして、まあ、運営会社とそしてチームとしてはまた新たな大きな目標っていうのをこの上に作っていくかもしれませんけど、これはまだ分かりませんが、まずはその、まあ、基盤作りといいますか、それが一つ完成しつつあるような状況になりました。あと一つお願いします。まあ、その活動する、選手子どもたちが、まあ、集まって、今度ちょっと気の早い話かもしれませんけれども、子どもたちのレースもなかなかなくて、そういうのも欲しいなというふうに僕は思ってるんですけども、その辺のイメージもございます。理想はなんですよ。理想はなんですけども、はいはい、今栃木県でたくさんレースが増えてきていますので、やっぱり遠征ってかなり大変なんですよね。県外にこう移動、自転車を積んで子どもたちを連れてってっていうのは非常に大変なので、できれば、まあ、今現在 G プロツアーなども増えてきていますので、まあ、こういった地元で の今トップ選手とトップチームがこう G プロツアー走ってますけども、まあ、同じ会場だったりの一部でそういったジュニアのレースができるのが一番理想かなと、まあ、これがまあヨーロッパのスタイルですので、まあ、次の段階としてやっぱりこうジュニアクラブを作って、そして、もっと身近でできるレースっていうのをこれから増やしていくのは まだ課題としてあります。ただ、まあ、最近は実はジュニアの、レースっていうのが増えてきておりますので、例えば地元の茂木だったり、茂木で、ツイニング茂木でレースがあったりですね、まあ、四日市での全国ジュニアがあったりとかですね、割と調べるとジュニアのレースが増えてきていますので、しっかりとそのあたりスケジューリングを組み立てて、鈴木真理強化コーチと、目標を立てて、子どもたちのモチベーションを切らさないようにやっていきたいなと、まあ、一つ感じているのは全国ジュニア四日市の、これがこのジュニアクラブの一つ大きな目標とはしております。
それでは時間も差し迫っておりまして、写真撮影の方に移りたいと思います。で、スタッフの選手の椅子の片付けをお願いします。